ティーちゃん、ハート、シルバーハートありがとうございます。つかたし、こんばんは。10キラキラありがとうございます。結構刻むね。10ってことは500を50でしょ。すごいね。みんな結構刻むね、キラキラも。結構みんな浮気性ですね。刻む人イコール私は浮気性やと思ってるから。スノスノさんもだるま、シルバーだるまありがとう。システム変わってからキラキラ悩みです。もうギフティング投げるしかないと思います、私は。だってキラキラ10、って感じ、私はね。魔法、みんなは分かんないけどね。私はやっぱり上限100までもらえるんだったら100もらいたいっすもん、普通に。正直やっぱ100をくれるからこそ、やっぱ真の応援かなっていう部分はあります、私の中で。応援してるルームにはやっぱ100をあげた方がいいんじゃないかなと思います、私は。やっぱり5つのルームに絞った方がいいと思うんだよね。また這い上がろう、何度でも登ろう。ありがとう、スノスノ。ありがとう、S20 あっちゃんもたくちゃんも。スノスノさんもシルバーだるま、ありがとうね。今、だるまウィークだもんね。シルバーだるまウィークなんでね。ネオフィちゃんも、パープルだるまありがとう。ネオフィちゃん、ハート、ありがとう。頑張りたーい。あと、あれですからね。え、ミルタン。だるま、ありがとう。ヨンフィちゃんも、ハート。シルバーハート、ありがとう。ミルクテちゃんも、つたき様です。リベゼラさん、こんばんは。追加銃、ありがとう。ネギムシャ、こんばんは。和光通。和光通です。ギリギリミヤ。うお ありがとう。S208 ちゃんかなんとシルバークマちゃんタワー。すごい。ありがとう。すごい。頑張る。頑張りたいよ、ショールームで。ありがとね。タキさんからハート。ズッキュンハートギフト。ラブチ。ありがとう。あと1時間で、まあ、30万ポイントまでいけばいいけど、あとね、1時間でね、13万ポイントか。そうすると約13万ポイントのポイントが必要なんで、あ、でもどうなんだろう。タッキーちゃんもハート、ズッキュンハートギフト、ありがとう。ギリギミアチャンスもつたき様で、 S20 ちゃんからなんとクマタンいただきました。クマタンタワー、ありがたわ。すごい、見た？みんなエフェクト見た？もう中身氷みたいな。S208 ちゃんからありがとう。すごい。ありがとう。お、ハンマヤ、お、23万4000ポイントまで行きました。残り6万6000ポイントで、なんと花火全達成です。あと6万6000ポイント、頑張るぞ。え、JT ちゃん、駅売り押し。ありがとう。お、てつやちゃん。ね、てつやちゃんもありがとうね。マシュバラからなんか。あれ、まあ、ショールームに行ってくれたのはわかるんだけどさ。マシュバラの時もね、本当に。ありがとうね。てつやちゃん。内藤てつやが好きでてつやなのかわかんないけど、この。JT ちゃんからタコチュー。ありがとう。タコチュー。あと6万6000ポイントいけるかな、この1時間で。星制度じゃなくなっちゃったから難しいんですけどね。頑張って、ブーストブーストでいけたらなと思います。すごいね、やっぱり。すごい。超真ん中にいるんだけど、このクマタンが。やば、ちょっとスクショ撮ろう。スクショ撮りたい。すごかったね。見た？みんな。クマのエフェクト。すごい。ありがとう。感動した、今。
かも今クマが1個投げられて、なんと盛り上げ度が一気に1000アップしました。すごいすごいね、1000ぐらいアップしたぞ今盛り上げ度も。この今の8分間でだよ、こんなことないよ。私だって前回さっきの配信でさ、なんだっけ40分50分ぐらいしてさ800900いかなかったぐらいなのに8分で一気に1200まで到達しました。すごい、ありがとうございます。すごいね、偉大だね、やっぱ大きいね、素晴らしい、ありがとうございます。おたけちゃん、おつたき様です、こんばんは。ちろんこちゃんこんばんは。すごい、ちょっとスクショしたい。どうやるんだっけ、私のスクショスクショのやり方ってか、あの私のスクショボタンがなくなっちゃった、スクショボタンがなくなっちゃった、なんでや、なんでここスクショボタンなくなっちゃったんだろう。大阪んちゃんキラキラありがとう、ちょリップ塗ろう、ありがとう。タッキーさんもハート、タッキーさんありがとう。タッキーさんもうちょっとで義母区民になれる。大阪としもありがとう、だるま、大阪んちゃんもカラフルだるまありがとう、ファンレベルアップ。おー、大阪んちゃんがなんと60人目の義母くん、下僕民ありがとう。ゆりやちゃんの下僕民ありがとうございます。 Thank you、 イエーイ。つかとちハートありがとう、いけちゃんもだるまありがとう、つかとしもあったありがとう、つかとしファンデミラップありがとう。どんどん下僕民が増える、嬉しい。あ、花火だんまやー、すごい、頑張ろう頑張ろう。これレベル200が最大で、レベル200までが230万ポイントなんで、あともうちょいなんですよね。頑張りたいな、30万ポイントまで。さきさん、おつたき様、ののちゃん、おつたき様です、こんばんは。あと11レベル上げれたらいいなと思います。お願いします。スクショのあれがないわ、どうやってスクショするんだっけ。オッケー、できた、多分できた多分カシャー言うたからだいぶできた。ヘイジョーちゃんこんばんは、ありがとうございます。前までさ、あのボタンのやつを出したの。ののちゃんもだるま、ののちゃん白馬だるまありがとう。そしてののちゃんもなんと2ヶ月連続での下僕民、イリアの下僕くん61人目、ありがとう、ようこそ下僕民、ありがとうございます。 Thank you thank you、 ありがとうございます。100キラキラ、柴田んちゃん100キラキラありがとうございます。みんな土曜日どういう土曜日は何してたんですか。今日は土曜日なんでね、みんなお休みの方が大半だ、でもお仕事の方も全然いると思うし、お休みの方がでも大半だと思うんですけど、今日は何をしてたんだろう。今日外暑かったっすね、新潟普通に33度とかあって、本当に9月ですかって感じですよねマジでさ9月だよね。9月ってもうちょっと涼しいイメージあったんだけど、私の中に。夜勤明けで寝てて競馬で負けて絶望してました。おー、いくらかけたんですか競馬。今日も明日も明後日もお仕事、3連休お仕事、頑張れ、頑張れ頑張れシーボートン、頑張れ頑張れシーボートン、わー頑張れ、ありがとう、すごい頑張って、応援してるよ。うちはうちも明日お仕事やで、一緒に頑張ろう。私も明日お仕事、今日も配信してるから今日もお仕事やで。私は毎日配信なので毎日がお仕事です。
私本当に本当に5年間で、本当にコロナとこの前の1日ぐらいで、1日休みもらったぐらいで、あとは本当にもう配信の日々で、本当に私は丸1日休みをほぼほぼ取ったことがないんですよ。本当に絶対どこかしらで配信時間があるので、本当にもうだからすごい、私はショールームに結構全力かけてるんですよ。ポニャンちゃんつたき様です。ほんとショールームの1000日とか2000日かけてる人は本当に1日の休みを設ける時は本当にないんですよ。みんな本当全力で自分の夢を叶えたくてずっと配信してんの。配信もお仕事だしね。だからそう、年中無休なんよな、配信者って。本当に配信者とか芸能活動とかしてる人とか YouTuber とかは本当に年中無休でも本当にみんな頑張ってる。コーシーだるま、ありがとう。年中無休の人が頑張ってるかって言ったらそうではないよ。年中無休頑張ってみんなに応援してもらおうって、みんないろんな人にファンになってもらって、人気をつけてどん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 有名になって、有名になるのがやっぱ応援してくれてるみんなへの恩返しだと思うんだよね。テレビなのかな、これ。なんだろう、あ、バスかな。会社は年中無休。車かな、バスかな。すごい真正面すぎて何の車か分かんないけど、何か運転手をしているのかな、柴田ちゃんは。お疲れ様、おつたき様か。毎回本気でお疲れ様って言うと、電車かな、バスか。バスの運転手なんだ、すごい。あんな大きなさ、バスを運転できるってすごくない？バスの運転手って毎回すごいなって思う。器用だなって思う、本当に。だってあんな大きくてさ、長細いさ、別にさ、うねうねしてた蛇みたいにさ、蛇みたいにうねうねできればさ、おっとってなるけどさ、もうなんかピッてもう直線決まってんじゃん。だからすごいよね、おっきい、もうトラックといいさ、大型トラックとか。もうすごいよね。もうこっちからしてみればすごいよ、本当に。そういうトラックのうんちゃんしかり、大きなものを運転している人。技術が素晴らしい、本当に。ね。すごいよね。あんな綺麗に曲がれないし、絶対車ぶつけるって思う。慣れか。でも慣れるまで頑張ったのがすごいよね。まあほら、免許取るのに、車と一緒で免許取らなきゃいけないけどさ、また新しく大型のバスの免許とかさ、たまに試験してるバスとか見つけるけど、すごいなーと思う。路上まで出てこれるぐらい運転すごいよな。バスってさ、運転するだけじゃなくてさ、他のお客さんを乗せてるからさ、クレームとかだって来るわけじゃん。クレーム対処とかもしなきゃいけないからさ、タクシーなんかさ、他の大型の乗り物よりかはまたプラスお客さんというものがいるからさ、大変そう。バス乗るときは両替しとけとかめっちゃ言うけどね。 混むから、降りるときに混むから、先に小銭作っとけとか、まあ、スイカでとかね、パスモでとか。すごいイライラさせちゃうもんね。そのイライラがどこに行くかって言ったら運転手に行ったりするからね。大型でも2種あるからね、客扱い適当です。そうなの？でも適当、その適当まで行くのに
やっぱり経験が必要っしょ。最初はさ、やっぱり入念に対処するもんでしょ。本日はあれちゃんだるま、ありがとうございます。ショールームもさ、そうなんだよね。まあ私は適当にやってる部分は、ま、一切ないんですけどね。多分でもたまにみんなには適当にやってんなとか思われるのかな。こうやってアイロンしながらとかやってると、あ、配信適当にやってんなとか思われるのかな。ラクちゃんありがとう、キラキラ100ありがとう。もう14年も同じ仕事続けてんだ、すごいね、ベテランやね。ショールームが、私が14年目ですってなる時にはショールームまだあんのかな。ガクさんありがとう、キラキラだるまありがとう。私がさ14年目、ショールーム、毎日配信14年目って言うまでさ、ショールームあんのかな。ショールームがある、なくなるのが先か、ゆりあちゃんがショールームからなくなるのが先か、なんかベッドする。なんかベッドする。結構なんか五分五分な気がする。結構五分五分な気がするんだけど、難しくないこの選択肢。これあと一体クマが、もしあと一体このさ、キラキラダイヤ、ダイヤじゃない、シルバークマちゃんがさ、もしシルバークマちゃんがもう一体来たら花火達成するんかな。そのブースト機能で3倍になるから残り6万ポイントぐらいでしょ。あ、柴田来週会えるね。私はもう柴田とネバフィーちゃんと、あと配信、来週23日の五反田のライブ、柴田とネバフィーちゃんとその他配信を見て、配信チケットを買ってくださってる方々を本当に楽しませるために頑張りたいと思います。そういうイベント出るの初めてだから、ちょっとグダグダになったら申し訳ないんだけど、でも私も全力で楽しむから、みんなも、まあそれも、それはまあそういう感じなんだっていうのでね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。皆さん23日の配信チケット買ってくださったでしょうか。結構ね、立ち見席、あと残りが立ち見席しかないらしいので、多分ね本当に立ってられない人とかね、辛いかもしれないんですけど、辛い方多いと思うので、全然本当にっていうか、全然本当に配信チケット買ってくださいって見てくださいっていうのもおこがましいんですけど、配信チケット買ってくださったら嬉しいなと思います。23日の五反田のライブ、配信あるんですよ。よかったら買ってくださったら嬉しいなと思います。まだ買ってないよって方いましたら、よかったら買ってくださると、すごく私もメンタル、私のメンタル的にもすごく安心するので、よかったら買ってくれると嬉しいです。あと24日のファンミーティングもよかったら参加してくださると嬉しいです。まだ悩んでる方とかいましたら。けいすけちゃんこんばんは。けいすけちゃんだるまありがとう。皆さんありがとうございます。発売日に買いました。でもあれでしょ、長谷川ニーナちゃん、誰を目当てで買ったの。なんかさ、あれなんでしょ、誰目当てっていうのがさ、書かなきゃいけないんでしょ。私それがネックなんだよね、誰目当てっていうのを書かなきゃいけないらしくて、あれそれでめちゃめちゃ言われるんですよ私。めちゃめちゃ言われんの、それで運営さんに、大滝さん目当ての人少ないんで、もうちょっとチケット売ってくれませんかみたいな言い方されんの。え、きつない？メンタル的にきついんだよね私それ、本当に。もう私それのメンタルがやられてて、今
そんなさ言われてもさ仕方ないじゃんみたいな。そう、そんなさ、私それがすごい今メンタルきてんの。もうさ、そんなこと初めて言われたからさ、いて、それが本当に嫌だから、本当みんなにお願いでチケット買ってほしいってめっちゃ今いっぱい言ってるじゃん。23日のチケット買ってください、チケット買ってくださいって。私はすごい宣伝してるつもりなんですけど、それでもさ、やっぱり買ってもらえなかったらもうそこで終わりだと思ってんだよね。もう本当にもう結構ちょっと私諦めつい、まだ自分から参加したライブじゃないですよ。招待、自分参加してくださいってあちらから呼ばれたんですよ。だからお願いだから本当にチケット買ってく、もう本当なんていうの、私的には本当にみんなにチケット、本当にみんなには協力していただいて、みんなにチケットを本当買ってもらって、配信チケット、みんなに配信チケット買ってもらって、そう、招待だよ。私自分から出たいって言ってないのにさ、それでなんか本当集客しろ集客しろ集客しろってめっちゃ言われて、すごいメンタルきてんだよね今。うん、でも私はみんなに会えるのも楽しみだし、そのライブをするのは楽しみなの。ただそこだけがネックなの。仕方ないかもしれないから我慢してるんだけどさ、全然。だからもうギャフンと言わせるには、その配信チケットを売らなきゃいけないんだよね。だからぜひよかったら配信チケット買ってくださったら嬉しいなと思います。申し訳ないね、ほんと同情買いでもいい、本当に同情買いでもいいから買ってくださったら嬉しいなと思います。そう、多分何なんだろうね、人のメンタルをさ壊して何したいんだろうね。そのさ、何だろう、ライブにさ参加してさ、少しでも何て言うの、知名度を上げてもらえたら嬉しいですとかいう心構えとかだったらすごい嬉しいじゃん、相手の心構えがね。もう本当に何て言うんだろう、客寄せパンダみたいな感じの扱い上のなんていうの、本当に客寄せパンダみたいな扱いなのかなみたいな、それで呼ばれたんかなみたいな感じに思ってる私はね。ドラミンちゃんありがとう、ハートハートチャージするわ、ドラミンちゃんのハートで。そしてドラミンちゃん下僕民62人目ありがとう。このシステムいるんかね、本当に。私ももうただのメンタル削りでしかないよね。まあなんかあれなんだよ、それで集計取って次回またイベントライブとかやるときに、その集客が多い子を呼んで利益を得るんじゃないですか多分。カムイちゃんだ、こんにちは、久々。カムイちゃんこんばんはカムイちゃん久々じゃん、配信頑張るわ。あ、そうだ、カムイちゃんからもらったさ歌詞あるじゃん、あれ歌にしようかな。本当にいつもタイミング合わなくて行けなくて、会いに行かな、だから会いに、そうだからね、会いに来れない方も見れるように配信チケットがあるんよ、ギリタンシオちゃん。23日のね、五反田のライブ配信チケットがあるから、その配信チケットを買ってほしいのよ。わかるよ、そういうのはもっと完璧にしたいけどさ。そう、私ほら
今ね、結構音楽活動みたいなのもちょいちょいし始めてるから。かずみね、24日会えるね。その配信チケットを買ってほしいのよ。私はもう、来れる方はいないと思ってんの。その23日で、24日は本当はみんなに来てほしい。てかさ、どんなだったかもうさっぱり忘れてから見せてくれたら。え、あれにあるでしょ、 DM にあるでしょ、 DM、 私の DM に送ったでしょ、私の DM に残ってるよ、送ったやつ多分。でしょ？ジポちゃん、つたきさまです。エスニマルハチちゃん、ファネルベルアップ。いや、それすら忘れたんかい、おい。どんな音楽がつくか分かんないけど、まだ配信してる？うん、まだ配信してるよ。ジボちゃん、だるま、ありがとう。ちょっと確認してきていいよ。ありがとうございます。なんとね、皆さん、アクリルスタンド、皆さんがね、アクリルスタンドを、私、ほら、おとといだか、アクリルスタンド作りましたっていう、予約販売開始しましたよっていうのを言ったじゃないですか。そしたら、なんと、あ、てっちゃん、こんばんは。ありがとう。そう。アクスター、ジャージの方が人気で、ジャージの方が残りわずからしいです。そしてなんと浴衣の方が、女の子らしい浴衣の方がちょっと人気なくて 浴衣バージョンなんか人気なくて、売れ残ってるらしい、結構。やっぱ演歌歌手スタイルのやつはダメか。なんだって、まだ買ってないのに。買って、ネギ武者買わないと間に合わんよ。両方、あ、でももうね、浴衣バージョンは間に合うよ。ジャージバージョンは間に合わないかもよ、わかんないけど。残りわずからしい、ジャージバージョンは。だから皆さん、もしかしたら大きく修正するか。おお、分かった。あ、カムイちゃんもよかったら、ゆりあちゃん、新しいグッズでアクリルスタンドを出したんで、よかったら買っていただけたら嬉しいなと思います。一応宣伝だけさせていただきました。よかったらアクスタ買ってください 売れ残り角度で作った。あと、ゆりあちゃんに一つ聞きたいことが、東京でライブの予定は23日にライブしますよ。23日。23日に五反田でライブするんですよ。ライブ、五反田のライブに呼ばれてるんですよ。たみしちゃん、こんばんは。よかったらアクスター買って、浴衣バージョン。浴衣バージョンのアクスタが売れ残ってるんだって。てっちゃん、タコチュー。タコチュー。ありがとう、タコチュー。五反田 G プラスは何時頃までやるか分かりますか？あ、分かるよ。3時頃に、15時頃から物販が始まるから、それなんか終演後なんだって。10演後の15時の、15時からの30分が、確か終演が15時。始まりが1時。始まりが1時の終わりが15時。来週の土曜日は仕事だ。そうなんだよね。配信チケットがあるから、配信チケット、配信があるイベントなんで、配信チケットを買っていただけたら嬉しいなって思います。今、あと立ち見席だけが残ってるんだって。足が丈夫な人は、2時間立ってても足が丈夫な人はぜひね、立ち見で見に来てくれると嬉しいんだけど、全然配信チケットは時間に限らず1週間のアーカイブがつくので、
皆さん、配信チケット1週間アーカイブつくので、そのもし見れなかその日に見れなかったとしても1週間見れる期間があるので、ぜひね配信チケット買ってください。よろしくお願いします。なんか何枚売れ何枚売れってめっちゃ言われるんだよね。俺も試合に音楽事務所長いるんだけど、ライブやイベントの主催やっててさ、そうなの、こんな集客できるかと思ったら案外集客できない女みたいな。ゆりあちゃんオファーしたら出てたりするできるのかな。あ、全然しますよ、出たりします、全然、私でよければね。二等市民さん、こんばんは。みんなへゲットしよう、浴衣バージョンアクスタ、涼しくなる前に。え、本当に玉虫ちゃんもゲットして、浴衣バージョンのアクスタ、みんなみんなって玉虫ちゃん含めやからな。浴衣バージョンのアクスタゲットして、ポチってポチって、ギャラも出るよ、こういう交渉してもらう。ああの仕事のねご依頼はね、あのメールに送ってくださるとマネージャーさんすぐあの対応してくれるんで、よかったら送ってください。フロムチューブちゃんもなんか配信を通してゆりあちゃん呼べたらいいなと思ってるっていうからね、あのお仕事ご依頼先の Gメールが書いてあるので、ぜひねギャラも出るなら全然行きます。嬉しい、ギャラがもらえるお仕事、ギャラがもらえるお仕事ができるの嬉しいよ、ゆりあちゃんありがとう。ショールーム頑張っててよかった、なんかこうやって知り合えて。じゃあその社長さんにゆりあちゃん紹介、あ全然いいですよ。でメール、カムイちゃんにね、で名刺とか渡せたらいいんだけどね、みんなに名刺渡そうかな。あ、ファンミーティング、みんな私の名刺欲しいかな。私の名刺多分持ってる人いないんですよ、ファンの人の中で。10月14日にその主催のフェスがあって、フェスなんてあるんですか。でも10月何いつだったか、フェス新潟のね、お笑い芸人のデッカちゃんとか DJ、 そんな大きいフェスに私呼んでもらえるんですか。全然なんか歌歌わなくても、本当になんか本当雑用でもやります。いや全然滑り込めなかった、滑り込めなかった、もういつでも呼んでほしいです。飛んでいきます、飛んで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 、写真どっちもジャージだったから不安だったけど変えた模様、ありがとう、マジ？ネワフィーちゃん、ネワじゃない。歌はオリジナルなくてカバーでもいいらしい。あ、本当に？そうなんですよ。私オリジナル曲、まあ3曲、乙女模様がさ、ちょっとよくわかんないんですよね。使っていいかわかんなくて、私の方のなんか権利がなくて、あっち側の権利らしくて、その作った側の権利らしくて。乙女模様あんま分かんないんすよね、そういうところで使っていいのか。配信があるからどうなんだろう。え、全然カバーでも歌えます、アニソンカバーとか、アニソンカバーフェスとかで、なんかカバーフェスとか、今回のフェス大作家だから、次のとか外のライブで。へえー、すごい、ありがとう、ありがとうございます、優しい。なんかすごいお仕事の話ばっかりで、でもみんなが見てる前でなんかお仕事が増えたら嬉しいですね。私ね、なんか道が開けるかもしれないし、みんなも喜ぶと思う。いろんなイベントとかお仕事に出演するっていう話を聞いたらみんなも喜ぶと思うし、もしかしたら、あ、こんなにも活躍し始めてるんだったら、いや、ちょっと見に行こうかなって思ってくれる、いつも在宅なファンの方が外に出てくれるかもしれないから、いっぱい外のイベント出るぞ。頑張るぞ、外のイベントもテレビの仕事ももっともっとしたい、頑張りたい。ありがとうございます、本当に。
お、あと4、あと、とりあえず DM で社長の X の赤フォローできない人し、あ、ありがとうございます。面白い人なのかな。了解です。その人には今からすぐにテルして連絡しとく。優しい、すごいつながりがみんなあってすごいですね。みんなからファンの方からのお仕事のつながりがあるってすごいねすごい、こういうのでも本当に嬉しい、ありがとうございます。本当にだ、人との付き合いって大事ですね、うん、おもろいな。ラッケのちゃんファネビラップありがとう。あんまり怪しすぎるお話とかには乗らないんですけどそう、なんかおじいちゃんの知り合いで、なんか俺の知り合いに三河健一とかなんかいろいろなんかいろいろそういう人と仕事してるやつがいて、それをお前に紹介してやろうかみたいな感じで上から目線でめっちゃ言われたんですよ一回、そのおじいさんに。あ、もりもりさんもその人して OKOK、 もりもりさんが知ってるならなんか怪しすぎないと思って、そのおじさんのえ、怪しすぎない、その三河健一とかいろんな有名な人、音楽の人と関わってる人を紹介してやろうかみたいな感じ言われて、え、あなたがみたいな人を見た目で判断しちゃいけないけど、私おじいちゃんのことがすごい苦手で、おじいちゃんの信用ゼロなんですよ私。だからおじ信用ゼロのおじいちゃんの知り合いだから、もっと信用したくないっていうねそう、すごいよね。3人で飲んだこともあるから。そうなんや、ありがとう。二等市民さんからだるま、よっちちゃんこんばんは。23日よかったら、23日と24日がなんとファンミーティングを東京の上野で開催するので、ぜひね、23日来れないけど24来れるよっていう方、24の方が私は来てほしい。23も24もどっちも本当はわがまま言うなら配信チケット買って見てほしいし、24も会いに来てほしい、ファンミーティング。ちょっと今連絡早いな、ちょっと早いな、展開が早すぎて、展開が早すぎてさ、あ、神崎陸さんもフォローしてるんだこの方、へえすごい。そう、結構ね、あ、リクさんファンフェスに出るんだ。リクさんね、私会ったことないのに仲いい、会ったことあんのか、1回ぐらい会ったことあるかな、アワードとかで、多分それぐらいなんですけど、会ったとしたらすっごい仲良くしてくださって、もりもりさんも今あんまショールームにはいないんですけど、もりもりさんもたまにショールームに現れて、もう本当にフルコースとかお堀様とかギフトとかポッて投げてポッて帰るっていう、なんかすごい真摯なことをしてくださる、本当に優しいお二方なんですよね。もりもりさん手術したんや。もりもりさん、へー、知らんかったわね、面白いね。昔の私、今の配信者さんは本当にガチの配信者さん結構多いなって思うんだけど、前の配信者さんは本当に絡みやすい、正直言ったら今いる配信者さんより昔のその配信者さんはすごい絡みやすいなって思う。まあ、佐竹さんとかビスケッティの
まだ今度上顎の手術、顎がなんかあるのかな、顎関節症とか。いってらっしゃい、ありがとう。楽しちゃん、ファネベラッパ、ありがとう。佐竹さんとか、今いるね人だと佐竹さんとか、まあ吉村さんとか、まあお笑い芸人だから絡みやすいっていうのもあるのかな。あと岡本さんとか OT さんとかね、あと橋本さんとか、あと寺門慎吾もそうだしこの5人は本当に絡みやすいし、あとカーシアさんとか大竹先生とかもう本当絡みやすいし、モリモリさんもそうだし、リクリクとかもそうだし、めっちゃ絡みやすい人たち多かったっすよね。本当に絡みやすいし、なんていうの、接触しやすいっていうか、お互いのファン同士も仲良くて、お互いのルームを行き来し合ってるみたいな。あとちなっちゃんとかみきのこちゃんとかもそうだし、そう、めちゃめちゃ昔の配信者さんたちはすごいなんか絡みやすさがあったなって思う。今の配信者さんたちよりかは、正直言ったらね、5年間の中であるかなって私は思う。まあ、私の見方かもしれないけどねそういうなんか気軽にそのルームを行き来してなんか和気あいあいとするみたいなのはあんまないかなって思う今は。ラシタムちゃん、おつたき様です、こんにちは。今なんてそういうのできるのやっぱ身内で、マウとかアユぐらいの、マウアユとかのルームとか、まあ今はルーム行かなくなっちゃったのもあるかもしんないけど、そのジュノンのジュノンボーイとかも今の方が行きやすいよ。今より昔の方がなんか行きやすかったよね。ラシタムちゃん、キラキラ100、ありがとう。マートユリアちゃん、ジュノンボーイのとこ行ったでしょっていうなんか掛け合いとかできたしみんなとねまたイケメンのとこ行ってたでしょとか掛け合いとかできておもろかったな。結構ラフな方、ラフな人が多かったなみたいな、楽しかったな。でも私が逆にほらショールームにすごい本気になって取り組んだからこそ今の形があるのかなって。今やっぱ現在、前と今と過去と違うような形になったのかなと思ってるけど、でもそれはそれで本当に私はやってよかったなって思ってて、今の形も私は好きですので、前の自分のルームの形も好きだし、今のルームの形も好きだし、やっぱり時代に沿って、時代とかそういう時間の流れに沿っていろんなことが変わっていくのはそれは当たり前だし、自分も年取っていくわけだし、考え方や見方も変わっていくのはそれ当たり前なんで、そのルームの感じも変わっていくの、またなんかウィーみたいなルームになるかもしれないし、いろんなね、ショールームになったら嬉しいなって。一個の形じゃなくて、そのショールームショールームに合わせて、時間や時の流れに合わせてなんか変わっていったらね、自然に変わってたら嬉しいなって思う。だからショールームが先に終わるか、ゆりあちゃんが先に終わるか、ちょっと楽しみですねベットする人いるかな、どっちにベットするどっちにベットするやったみちゃん100キラキラ、ありがとうございます。ラッケのちゃん、ファネミラップ、ありがとうございます。本当に大幅に変わったもんね、ショールームね、今はね、機能的にね。だからちょっとショールーム離れてく人増えたんじゃないかなとは思います。本当にリスナーも配信者さんもいいんじゃないかなと思います。でも私は本当に変わらず、なんかお昼配信して夕方配信して、テル出なかったら LINE 送っといたか、あ、OK、 ありがとうございます。わざわざこんなも迅速に対応していただいて、もう対応が早すぎてすごい。神ちゃん、だるま、シルバーだるま、ありがとう。うわ、たくさん
シルバーダルマありがとう。すごい。うわ、たくさんのシルバーダルマがカムイちゃんからいただいております。ありがとう。シルバーダルマランキングがあるっぽくてね、シルバーダルマをいっぱい集めた人はショールームステンレスマグカップみたいなのがもらえるっぽい。でも私にはステンレスマグカップ、タツブルーちゃんからフォローしましたよ。もうフォローしました。あのさっき確認してフォローしました。ありがとうございます。カムイちゃんからすごいだるまありがとう。こちらこそありがとう。シルバーだるままでありがとう。え、スイちゃん、スイちゃん、スイちゃん、タコチューありがとう。タコギフト、スイちゃん、スイちゃん、しーちゃん配信者さんです。しーちゃん、ゆりあちゃん大好きや猫の配信者さんです。ハグした仲です。牛した仲です。カムイちゃんから、カムイちゃんがなんと下僕民63人目、ありがとう。タコチューまでありがとう。タコチューありがとう。カムイちゃんタコまでありがとう。すごい、たくさんの応援。190レベルまでいったぞ。あとすごい、あともうちょっと、てっぺんまで200レベルまで、30万ポイントなんですよ。あと10分で30万ポイントいけるかな。ひらちゃん出てくれたら絶対に見に。優しい、カムイさんありがとう。絶対に見に行きたいっていう言葉めっちゃ嬉しいです、本当に。ポコちゃんハートズッキュンありがとう。ギリギリまで頑張ろう。ギリギリでいつも生きていたいから、あここを今とアイソレーションができない。てててててあ、ちなみにその人はミクチャ専門のライバー事務所でもあって、あーミクチャ、ミクチャ聞いたことあるよ。やったことない、やったことないけど。めぐみのちゃん、黒みすき、こんばんは、ありがとう。みんなありがとう、応援ありがとうございます。すごい、30万ポイントいきそう。明日の22時まで配信できないの？明日の22時？いや、できるできる、できるよ、できるけどちょっと待ってね。行けたらいいなって思っただけ。できるよ。でも朝早いから朝配信できないかも。この前ミクチャライバーのチェキがあってすごい人来てたでしょ。来てた。ミクチャってそんなすごいんだ。ありがとう。ミクチャかないからちょっと検討してみる。てーちゃんからタコチュー、タコジューありがとう。すごいね、ミクチャ人気のミクチャライ、ミクチャライバーすごいね。ミクチャやったことないな。どういうのか後で確認してみようかな。いろんな配信のアプリちょっと確認してみようかなと思います。何が一番楽しいか。楽しいものなんて、楽しいものには絶対苦しいものがついてくるもん。そっか、またなんかこっちで分かった DM 送るね。あ、ありがとうございます。ちょっとね、ありがとうございます。お仕事の返信以外はできないんですけど、お仕事の返信だったらできるんで、お仕事関連の返信は皆さんできますんで、ぜひお仕事関連のご案内があれば
私にください、案件ください、皆さんの会社のイメージモデルでもなりますみんなの仕事の会社のイメージモデルとかします、この私でよければあきあらあらあらなんて読むんだろう、あら受信ラタマさん、明日何時に配信しようかな、え、でも明日、いや9時には絶対配信する、9時と、9時には配信したいな、夜9時、明日も夜9時配信します。もうプッシュありがとうございます。ちなみにゆりあちゃんは知らないと思うけど、元 SK4 期生の野原美奈も誘って紹介しようとしたんだ。わかんないな。あっちは事務所ダメって言われる。あ、そうなんや。私は結構何でも OK な感じだからな、まあ、脱ぐとか以外だったら脱ぐとか以外だったらね、はい、私が脱ぐの嫌いなんで、グラビアとかグラビアとか AV とかプロモーションビデオ撮影みたいなああいうの、そういうのは絶対やりたくない。絶対って言ったらもう申し訳ないんだけど、そんなことはない。一応音楽女子、そうだよね、そうですよね、音楽とかはまあ全然やれたら嬉しいなって思います、ありがとうでもみんなはなんか一度ぐらいはね、グラビア見たいのかなって思いますね。一度ぐらい私のグラビアとか出たら意外にみんな意外性すぎてみんな買うんかな、え、大竹がグラビアに出たのって言って面白半分でなんか買ってくれそうな人多そうなんか NGT のファンの方も、え、あ、大滝ってあの元あれの茶髪の大滝だよね、え、あいつがみたいな、大丈夫なのみたいな、逆に大丈夫なのとかなんか言うので買いそう逆にあ、ノラタンちゃんこんにちは。選ばなくなったかとは思う。あ、次出れるライブがあるとしたら年内1回か来年かな。あ、全然来年とか全然嬉しいな、ありがとう、もういつでも、はい、もう来年でも再来年でもありがとう、いつか会おうね現場で。ノラタンちゃんだるま、ノラタンだるま、シルバーだるま、ありがとう。明日テロップ配信できるかな、1時にテロップ配信できるわ、1時にちょっと無音だけどテロップ配信して、ラジオ配信かテロップ配信どっちかできるからして、でまた夕方夜の9時から配信しようかな、2枠できるかなと思うんで2枠頑張りたいと思います。そういう形でやろうかなと思います、ありがとう。なので今日はこの枠、残り10時に終わろうと思います。残り3分かな、これ3、4分、うん、13時、21時、よしよし、ありがとう、 Thank you。皆さん13時21時です、明日配信。すごくない、このタコの安定感でかさっきから思うけどこのタコの安定感すごくない、ずっとしゃこうやって喋ってるけどこいつの安定感えぐいよね。いつかモリモリさんと3人って飲もうぜ、ゆりあちゃんまた遊びに、ありがとう。歌詞はちょっと気合い入れたいから少し、全然待ちます、全然待ちます、その歌詞使っていいなら、ありがとうございます、そんな、ありがとう、歌詞まで書いてくれる、気合い入れて書いてください、ぜひ、ありがとうございます。どういうテイストになるんだろう、楽しみ。
ぜひね、皆さんもね、なんか歌詞、俺歌詞書いてみたんだけどみたいな感じいる人、いや、あったら全然あの言ってください。作曲もりもりさんに頼む。そしたらいや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 、そんなとこまでしなくて大丈夫ですよ。本当にありがとうございます。わざわざ本当にたくさん、本当にありがとうございます。もういっぱいいっぱいしてもらってますよ。ありがとう。考えたら楽しみになってきた。いつか実現してね、いつか実現しましょう。言霊になるからね、言霊に、言霊になるから、やりたいことやったもん勝ちですから、言霊になるんでね、みんなにやっぱりね、いろんなところで活躍してる姿をみんなには見せていきたいのでね、ぜひ皆さんにもね、いろんなところで活躍、いろんな現場で活躍してる姿を見に来てほしいです。ぜひとも見れる、いろんな見れる形がいろいろ今はあると思うので、さっきも言って配信なりなんなりあるので、ぜひね、もしあの現地しか行けなかったら現地に来てくださって、もし現地は行けないけど配信ありのライブで現地には行けないけど配信は見れるという方いました、よかったらね、配信見てくださると嬉しいなと思います。でもなんか嬉しいよね、なんか前より本当に仕事がちょっとずつちょっとずつだけど本当にちょっとずつ増えた気がするんだよね。はい、前よりね、みんな察しがいいと思うけど。神様またね、ありがとう。おつたき頑張ります。 Thank you、 ありがとうございます。それ去ってった嵐のように。バフィちゃん、おつたき様です、ありがとうございます。なんか前よりは本当にお仕事ちょっとずつちょっとずつ本当にあの表の方の仕事が増えてて、で嬉しいなと思います。あいかっちゃんだるま、ありがとう。そしてなんかやりたいこともね、どんどん実現、あの生誕祭だったり、まあファンミーティング、ファンミーティングはね、本当に本当にみんなとの、あのみんなとショールーム頑張ってくるみイベント1位になって勝ち取ったものであり、それでみんなと一緒に叶えた私のやりたいことの一つの夢でが叶って本当に嬉しいなと思いますしね、いろいろなんか、あとアクリルスタンド、今回のアクリルスタンドグッズみんなね、私がお願いします買ってくださいって言ったらみんな優しいから買ってくれてな、ありがとう。まあ今あの浴衣バージョンがちょっと売れ残ってるらしいのでね、浴衣バージョンも買ってくださると嬉しいなと思います。いや私も圧倒的ジャージバージョンの方が可愛くて、デザインも可愛くて好きなんですよ。服装、あの衣装がね可愛いし、なんかほんとザアクリルスタンドみたいななんかやつで、もう一回大御所感ある。でも本当に2つとも全然テイストが変わった。1個はもうキャピキャピのザ・アクリルスタンドイエーイみたいな感じで、もう1個はなんかもうなんか帰りなさいませみたいなね、旅館の女将みたいな、大御所大物歌手みたいな、大物演歌歌手みたいなあの装いで、すごくあの2つともそれぞれいい味出してると思うので、で買ってくださったら嬉しいなと思いますありがとう。みんないっぱい夢叶えさせてくれて本当改めてありがとうございますこれはやっぱりショールーム毎日やってて、ファンの人がどん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 増えて、まあ、アイドルから継続でこうやってまた芸能活動をコツ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 やってて、いろんなその一人でやってる中でフォロワーも増えて、でそれでなんていうの、フォロワーも増えて応援してくれる人もちょっとずつちょっとずつ増えてって、でみんいろんな人とこうやってショールームとかで知り合って、またそこであのその人をつてでその人のファンに会って、そのファンの方とも仲良くなれて、そのつながりが本当に今すごく大事だなとも思いますし、つながりを作れたことが嬉しいなと思います。コツたき本当コツコツなんですよ。私って本当に別に何かすごいものがある女じゃないので、うん、だけども
こうやって粘り強さだけ、粘り強い、根強い強さだけは持ってるので、メンタルとか崩れてもみんなにやっぱりちゃんと報告するし、今メンタル落ちてるよとか、そういうところでちゃんと発散してるからこそ、こうやってメンタル維持できてるし、配信続けられてるから、本当にコツ高きです。あざます。あざます。こうやって応援、大きな応援とか、このくまちゃんとかもすごい応援じゃないですか、ショールームからしたら。ショールームでこうやって大きな応援していただいてめちゃめちゃ嬉しいし、これでチー牛何個食えると思う？だって これチーズ牛丼めっちゃ食えるよ、これ。このくまティアンタワー、ありがとうね。だからね、本当に私のことを諦めずに、諦めるとか諦めないとかもそういうの関係なく、本当に私のことを心から応援してくださって皆さんありがとうございます。あざます。改めてありがとうございます。ということで、10時過ぎちゃったんで、ダンジアップしていきたいと思います。明日も私朝早いんで、朝早く起きてお化粧ポッ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 ってやんなきゃいけないんで、お休みしたいと思います。コンディションよくね。ということで、13位、あいかちゃん、ありがとうございます。12位、がくちゃん、ありがとうございます。11位、いけちゃん、ありがとうございます。10位、たくちゃん、ありがとうございます。9位、はこうしい、ありがとうございます。8位、ネマフィーちゃん、ありがとうございます。7位、しーちゃん、ありがとうございます。4位、すのすのさん、6位、すのすのさん、ありがとうございます。5位、大阪はんちゃん、ありがとうございます。4位、トカトティ、ありがとうございます。3位、カムイちゃん、ありがとうございます。2位、てちゃん、ありがとうございます。そして1位が、どこ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 、ちゃーん。S208 ちゃんから、なんと、クマティアタワー、クマちゃん天使シルバータワー。ありがとう。ございます。では、また明日の配信でお会いしましょう。お伝き様でした。おやすみ。おやすみ。バイバイ。Thank you. ありがとう。すごい、見て、今日2000超えた。今日2000超えたよ。イエーイ。おつたき。また明日ね。めぬるーちゃん、おつたき様、ありがとう。